ジョアン・ジウベルト・プラド・ペレイラ・ジオ・オリベーラは、ブラジルの歌手、ギタリスト。作曲家のアントニオ・カルロス・ジョビンや作詞家のビニシウス・ジ、モライスらと共に、ボサノバを創生したとされている。アストラット・ジルベルトは元妻。アストラットとの離婚後、歌手のミューシャと結婚。ベベウ・ジルベルトは、ミューシャとの間の娘である。ブラジル北東部バイア州ジュアゼーロに生まれ、10歳に、 なるまで、この町で育った。1946年にギターを父からもらい、バンド活動に夢中になる。その後、中東寄宿生学校に通うが、音楽の勉強のために退学する。1949年には、ラジオ番組に、キャストとして出演した。19歳の時には、リオデジャネイロで、ボーカルグループ、ガロットスダルアにリードボーカルとして参加し、2枚の、 sp をトダメリカレーベルで録音する。しかし、それも長くは続かず、ガロットスダルアを脱退する。1952年には、コパカバーナレーベルより、初のソロレコードクワンドエラサイを録音するが、ヒットせず、寝る場所と食事を求めて、友人の家を転々とする日々が続く。マリファナ中毒となったジョアンを友人が見かねて、 1955年には、ジョアンの姉の住む町、ジアマンチーナへ移動し、姉の家に居候する生活が始まる。バスルームに一日中閉じこもり、ビオランを弾きながら、歌を歌い続け、その中で、サンバのリズムをギターだけで表現する、バチーダと呼ばれる、独特の奏法を発明する。その後1957年に再びリオデジャネーロへ、戻る。 アントニオ・カルロス・ジョビンと出会い、ジョビンは、ジョアンの声と、ギターに惚れ込む。1958年には、エリゼッチ・カレ・ドーゾのアルバム、カン・サン・ド・ア・モール・ジマイスの中の2曲に、ギタリストとして参加する。その年の7月10日には、ジョビンとビニシュー・スジ・モライスによる、思い溢れてを録音する。これが、最初のボサノバ・ソングと呼ばれるもので、発売当初はなかなか話題にならなかったが、 次第に、リオの若者たちの間で人気となり、ボサノバムーブメントが形成されていった。1959年には、初めての LP、思い溢れてが発売される。1959年に、アストラット・ジルベルトと結婚。1963年に、ジャズ・サックス奏者、スタン・ゲッツと共に、ゲッツ・ジルベルトを録音。1964年には、 アストラットが英語で歌った、イッパネマの娘がシングルとして発売され、ボサノバの有名曲となった。ジョアンのギターを練習する時間は妻も驚くほど長時間にわたったという。しかし、アストラットとはほどなく離婚してしまうこととなった。1965年にはグラミー賞受賞。ベスト男性ボーカルにノミネートされる。同年にミューシャと結婚する。しかし、 ボサノバブームの体調や軍事政権の台頭の影響からか、1969年にはメキシコシティに移り、そこで2年間住む。1973年、アルバム3月の水を発表。1977年にはトミー・リピューマのプロデュースにより、アルバムイマージュの部屋を制作している。アルバムジャケット理念のポートレートは、日本人カメラマンドイ・ヒロユキによる。 1981年には、カエターノ・ベローゾ、ジルベルト・ジル、マリア・ベターニアとの共作、ブラジルを発表。恒例にもかかわらず活動を続け、2000年、全編ギター弾き語りによる初のアルバム、ジョアン・セイト・ギターをカエターノ・ベローゾのプロデュースで発表。また2003年には70代での初の日本公演で話題になり、9月12日公演が、 ジョアンジルベルト・イン・東京としてアルバム化。翌2004年2006年11月にも日本公演が行われた。2019年7月6日、ジョアンジルベルトはリオデジャネイロの自宅で死去した。スタンゲッツと共にありがとうございます。